サブのメンバーは、西川で、デン、トーマスデン、戻ってきました。うん、山中、小泉、芝と関根選手、興梠選手。ということはだからちょっと残念ながら杉本選手が外れてしまったという。ちょっと県有状況がかなり厳しい。だけど俺ユンカー杉本の組み合わせも面白いと思うんだけどな。これね、ダメですか皆さん。潰れ役にもなってなれるからな今の県有。ただルヴァンカップも出場時間が0分、うん、で今日の試合はコンディションが間違いなくいいけどサブにも入らず。そうだね、これは県有のちょっと取り巻く環境がかなり悪そうだね。それもう何せよ武藤の評価が高いんだね。まあ確かにほとんどの得点に絡んでるっちゃ絡んでるもんね。ちょっとねここはグッとこらえて、あのルヴァン勝ち進みましたので、うん、まだまだ試合はありますから。6月の頭もね、うん、神戸戦が2試合かな。どっかでねまだまだ、まあ、実際ねフォワードの枚数多いか少ないかでいうと別に多くもないし、まあ、チームとして戦うっていう意味ではね絶対杉本の力は必要になってくるから、うん、で、ウータンまさかの県有ベンチ外、泣き、ね、今日はあると思ってた正直。本当にさっきも話したけどルヴァンで出てないからねミッドウィーク、まあシーズン序盤にチャンスもらえたところでちょっとリカショーの信頼を得られなかった感はあるよね。やっぱこう落ちてくるシーンとかさ結構ファンサポーターがやっぱ前に上がれよっていう、ね、意見があるのはすごいよくわかるんだけど、うん、まあ武藤に取られるプレーと似たようなことをやりたいのかもしれないよね。ただでも県有の特徴からするとさ、うん、もうちょっと前でプレーしてほしいって思うのはみんなの感覚はすごくよくわかるから、うんね、時間を置いてまたチャンスもらった時にね違いを見せてくれればっていう、うん、まあ、落ちてくるのはすごくいいし守備での貢献もすごく見えるし、まあ、自分陣地でゴールキーパーディフェンダーがロングボールを蹴った時の競り合いなんかでは、まあ、他の選手にないものは見せてると思うんだけど、やっぱり、まあ、トップのね今センターフォワードは一番前で出てないからセカンドトップみたいな感じで出てるじゃない。だけど県有やっぱその武藤のさ、そのこの前の田中達也のゴールとかもさ、まあ、秋元が左ガンバ戦でクロスアーリークロスを上げて、うん、で田中達也が結局ゴールを決めるんだけど、武藤のこのやっぱ前に入っていく動き、ヤフー記事とかでも取り上げられてたけど本気なんだよね。このスピード感がこう、こっちにの釣りますよっていう走り方じゃなくて完全に本気で入ってるから、まあ、ディフェンスはやっぱりそこに引きつけられる。やっぱそういうね、こう全力でこうゴールに向かっていく走りっていうのはいかに、まあ、残り15分とか、まあ、10分とかのところで出されてもちょっと見せた方が、うん、まあ、本人にとっては良かったんじゃないかなっていうふうには思うけどね、うん、ちょっとね疲れ方が分かんないし、実際ルヴァンでね一番前で疲れてた時横浜市ですなんかは、うん、1個前のね、うん、まあ、2得点取ってるし実際ゴールに近い位置でねプレーできて2ゴール取ってるわけだから、うんうん、だからもうちょっとこう柔軟にというかその時々で与えられた役割に応じて俺たちも見たいは見たいよね、うん、ちょっとちゃん正当にね、うんうん、まあ降りてきちゃうのは、まあ、県有も多分自分はそっちの方がいいって思ってるし、チームもそっちで使ってるってところはあると思うけど、でもやっぱり押し込んだところではその辺は関係なく、はい、だって追い越しちゃいけないなんてルールはないし、うん、一番前の選手を実際ね、ピッチの中でどういう指示を受けたかわからないからね、前回3得点取ってて、リードしてる時間だったんだけど、どうなんだね、1点取ってこいなのか、なんだろうな、相手のこう中盤のケアしろなのかよくわかんないけど、ちょっとね、まあ、俺たちはそこは見えないところだから、適当なことは言えないね。まあ、まだ諦めないよ、俺は。まだ。いや、まあ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 、諦める時間持ってるものは確かだからね。まあ、杉本健雄は今日はサブにも入ってないけど、杉本健雄を俺たちは諦めない。諦めない。この言葉ちょっと久しぶりに言うなって思って、最近ちょっと健雄ピックアップしてなかったからな、ね、ちゃんとな。いや実際ねあのサイズ感があって足も速いし競り合いも強いし、うん、時々そのトラップですげえ非凡なもの見せんじゃん。そう、めっちゃ止めたみたいな。足元柔らかいのよ。なんか細かい、うん、もう10メートル15メートルのインサイドパスとかもなんかね足首が柔らかくてなんかこうぐにゃぐにゃしてんのよね、うん、あのプレーを見るとねやっぱ
ぱりうまいよ、やっぱりうまい。うん、ケンユーボランチコンバートとかどうすかね。いやどうしたちょっと待ってごめん、豚みたいな音出しちゃった。ちょびっくりしすぎた。いや伊藤敦183だよね。でそれに、うん、ほらケンユー並べて、ここにツインタワー、ケンユー187だっけ。まあ、これあるよね。ほらボランチでレッツの赤い壁みたいなちょっと新しいレッドクリフよね。レッドクリフ、ね、レッドクリフ、レッドクリフ、いいじゃんレッドクリフ。今の守備の献身性と、あのやっぱ足首の柔らかいボールタッチと競り合いの強さ、あれね、ケンユーボランチに置いたらね、こう中盤熱くなると思うんだよね俺。ちょっと無理かな。どうですちょっと check the mic and make sure it sound right boys